じゃあね、次はゴミがついた。はい、じゃあ大体ね、これ剥がり終わったんで、今度はね、縛っていきます。袋にしてね、積んでいこうんですが、ちょっとね、お昼にします。バイバイ。はい、どうもパンピーチャンネルへようこそ。今日もね、稲刈り頑張るパンピーチャンネル。パンピーチャンネルはね、もう稲刈り専門でやっております。だけど、まあ今のうちだけだけど、だけどね、うちの親父はあっちでね、今稲刈りをやっております。またね、違う田んぼにね、今来ております。我々はで、一応ね、前の田んぼ終わったわけなんですが、ちょっとね、俺は乾燥機の修理っていうか、まあ、メンテナンスしてて、稲刈りね、動画撮ってられないんで、ちょっとね、もしこっち撮影してる暇がなかった、悪いんですが。というわけでね、稲刈り風景を楽しみにしてる皆さんには悪いんですが、ちょっとね、今日の稲刈り風景をご覧ください。これがね、今現状稲刈り風景でございます。ここ通常はね、一番最後にやるわけなんだけど、仕方ないんでね、最初にやっております。田んぼのね、乾燥具合がいいということで、あと1個、もう1個あるんだけど、そっちの田んぼはまだね、ちょっと湿ってるんで、そっちはね、後回しにして、こっちのね、乾いてる田んぼから先にやろうという考えでございます。果たしてうまくいくんでしょうか。まあ、でも今のところね、うちの親父だけで大丈夫みたいなんで、大丈夫みたいだね。そしてうちの母ちゃんはね、あそこでパラソル開いて、ここでご飯を食べようということになっております。こっちも結構ね、倒れてるね。結構倒れてんな、倒れてます。まあでも乾いてっからまだね、なんとかいけるとは思いますが、ちょっとね、まあ今のところ詰まってないんで、いけるとは思います。それではね、ちょっとね、お昼休憩にしてから帰ろうと思います。それではちょっとね、昼飯を食ってから俺はまたね、袋詰めとかに移動したいと思います。使ってるよ、後ろ。もうちょっと前だね、これ。ぶつかってっから。壊れちゃうよ、これ。大丈夫か。大丈夫。まあ、ギリギリ大丈夫。1個3ネがいい。ちょっとね。これもう飯食ってすぐ向こう行っちゃうから。じゃあ飯を食べてからね、また始めたいと思います。
は子じゃんは誕生日子じゃん。これはもっこやで。大事に食べるよ、こっち。ノーラデル食べる。食べちゃうんですか。何いんねん、これ。ノーラデルタがうまいから。肉買って、買ってあんだけど。これ、ひどくさ。ダメだったの。大丈夫。深くなったか。